よいしょ。まあ、いいや。ニョ奇跡の独身ともです。今回なんですけれども、マインクラフトのゲームをやっていこうかなと思います。本来だったらショート取らなきゃやばいなとかいろいろ思ってたりするんですけれども、なんかね、ちょっと今疲れてやる気に出ないので、なんとなくね、まあ今日は生放送からやろうかなという僕の気分から始まります。本当に床にね、松明置くなんて危ないからね。真似しちゃダメです。で、僕はね、多分前回、なんか間違って音入らずに、マインクラフトのゲームをやっていたような気がする。それがね、すごい僕的にはね、びっくりしちゃって、って感じで気分がちょっと下がっております。というところで、今日はね、そんなよくわかんないゲーム配信というところなので、これからやろうかなと思って、ルームツアー。まあね、本来だったらこう作ってけとかいろいろ思うかもしれないけれども、まあ、僕自身今どんな感じなのってマインクラフトでさ、みんな見たことないと思うんですよ、僕はどんなことをやってるか。で、まあちょっとね、おうち紹介みたいなのをやっていこうかなって。で、僕のね、趣味としてはね、なんか一つのすごいいい拠点を作るよりもいろいろな場所に拠点を作って活動範囲を広げていくっていうのが僕の中でのポリシーで、で、これがね、何個作れるかみたいな、いろいろなところをどれだけ曲がれるかっていうのが僕の中でね、すごい重要視しているマイクラのポイントなので、いろいろな場所に僕は広告か拠点をね、作るようにちょっと頑張ってます。毎シーズン更新されるバトルパスの特典を開放しよう。これさ、 YouTube の方でも広告流れるから困っちゃうよな。このまま転載したら大変なことになるな。切んなきゃなんのかな。コールオブデューティーウォーゾーンモバイル、今すぐ無料でダウンロードと思いながら、まあちょっとね、紹介していこうかなと思います。ちょっと待ってね、一番端から行こう。チュチュチュ、最初からその場所にいろってな、配信始める前に。わかる。はい、というところでまず一つ目の拠点がこちらです。めちゃくちゃちっちゃいです。これがこんな感じでまず一つあります、ね、シンプルイズベースというところで、あのそこら辺にあるお家からベッドとかかっぱらってきてます。で、次こっち2軒目、おー、もう見えてる。これはね、僕が名古屋に行って、名古屋から帰ってきて作ったお家なんですけれども、このお家のポイントが実はちょっとあります。お城っていうか、お城とかいろいろ回ってたんですけれども、僕的印象に残ったのが、建物ね、の、熱田神社の、ところ行ったら、木がなんか城みたいなのに囲われてたのを思い出して、僕はそれを家にしてみました。なんとなく自分の中での、その、モデルがありながら、それを作ったって感じです。次。だからここら辺はね、結構新しい順から紹介している。古いところ行くのはね、相当大変。もうね、結構前だなーっていう感じで。実はちょこちょこやってて、一回アンインストールしたんですよ、ゲーム自体を。そっからさらに、もう一回ちょっとゲーム実況やるから、マイクラはちょっとやろうと思ってインストールし直すという。はい、そんな感じでございます。ブルーベリーをずっと植えていく。このね、果物と松明でどこに自分が家を建てたかっていうのを、拠点を作ったかっていうのをね、思い出すみたいな。はい、そんなことをしております。次、こっち側、このブルーベリーとこの松明でを辿って、ひたすら自分の行った場所を思い出していくという。紹介したくてもいいや。そこにも家があります。どこをどう紹介したかわかんねえな。
そうね、結構いっぱいあるんで、いろんなところを紹介できるかなと思ってます。地味にね、本当にね、拠点だけはいっぱい作るという謎趣味を持っているので。うん。で、ここ、こう来るじゃん。わー、ワンちゃんがいっぱい。ね、こういうさ、なんか、昔ながらの、な気がするけどさ、でもなんていうんだろう、そこに世界観があって綺麗でさ、マインクラフトってそういうところがすごいいいなと思って、僕結構無心で何かやるときとかって結構考えるときとかは基本的にマインクラフトをやってたりすることあります。そういうときに結構オリジナルコンテンツが生まれやすかったりとか、見たやつをパクるのにも、まあ、ちょっと目標的味を入れたいわけじゃないですか。あー、じゃあこういう味入れようとかっていうのは結構マインクラフトやりながら思いついてることとか多いです。あとはもう基本的にね、 YouTube のになりつつあるので、なんかちょっとしたところで、あ、これ動画にしよう、あれ動画にしようとかって考えたりしてることがあります。で、これが一番気合入ってるんじゃないかなと思うお家です。ここはね、入り口がいっぱいあるんですけれども、周りにね、水を引いてます。すごい、すごくない？結構凝ってると思わない？水。入り口を、正門はこっちです。正門。なんか入るとこんな感じ。ここがね、こんな感じ、水辺も作ったりだとか、ベッド作ったり、開いたり。で、本とかもあったりね。ここね、2階建てになってて、こんな感じで、ゲストルームまで作っているという。これめっちゃ気合い入れた方だと思います。僕のお城城。で、これ何を隠そうね。こう階段あるじゃないですか。こっちにも入り口があるでしょ？で、ここね、上の方にもあるんですよ。ちっちゃいお家が。地味に作りまくってる。おぉ。で、こんな感じでお家を作りました。でね、俺ね、もうここからね、拠点どこに作ったかもう わかんなくなっちゃうというね、あの謎めいた現象が起こっているんですけれども、多分ね、ここら辺にフルーツ植えてるってことは多分こっち側だと思うんですよね。うん、結構ね、こっからアバウトになっていくかもしれないです。どこだったっけなぁ、こんなにフルーツがなってるってことは違うな気がする。植えとこう、とりあえず。ここら辺じゃないのかな。あ、ちゃい。俺はこんなところに作った覚えはない。どこだ。いや、めっちゃあるんよ。本当に冗談抜きで僕が作ったお家ってめっちゃあるんだけど、自分でもどこだかって管理しきれてなかったみたい。まあでもね、これが本当に一番でかいお家です。だいたいここら辺全部ぶっ壊してね、物をかっぱらっていくというね、史上最悪なことをしています。ここにもね、ほら、こうやってさ、水辺をこう無理っくり変な風に作ったりだとかして、めっちゃ最低なことをしております、普段から。でね、こういうお家作るときってね、地下潜ったりするじゃないですか、マインクラフトって。で、そのタイミングで上に上がってきたところに作ったりとかしてるんですよね。見晴らしのいいところとか。だからね、自分自身、あれ、どこに作ったんだろうっていうのがわかんなくなっちゃうということもあります、しばし。おーほーほー。あれ、ここら辺でも行ったことないんじゃないかな。まあいいや。今日は拠点まだいっぱいあるんですけれども、急遽変更。拠点を探します。本当にいっぱいあるはずなんで、どこに拠点を作ったかっていうのを探しながら、なんかいろんなものをね、取っていければなと思います。で、僕自身思うこととしては、邪魔なものが多いんで、ちょっとね、おぉ。あれ、こっからだったっけな。こっから来て拠点作ったんだっけな。違うっぽいな。違うな。本当わかんなくなった。いっぱい作りすぎて本当にわかんなくなってますわ。
まあ、ちょっと探すっていう意味も込めて周りにまた拠点を作って探していきたいなと思います。そして絶対いずれまた迷子になるという、はい。あれなんでここに拠点を作ったんだろう、まあ、とりあえずまずはあの拠点を作るための材料だったりだとか食べ物とかね、そういうのを収穫したりだとかしながら、なんか地道に作業をしてって、僕がショート動画を作る気になるまでちょっと生放送をやっていこうかなと思います。というよりまずお風呂に入ろう。あの動画撮るときは割とやっぱ身だしなみを気をつけた方がいいのかなとかいろいろ思ったりするわけなんですよ。こう見えてあの普段ね整ってない状態で無理くり撮ったりすることもあるんだけども、やっぱり整ってる方がいいのかなと思う分もあるので、今からちょっとそこになるタイミングまで、一生懸命ちょっとよいしょ、拠点作りの場所をまず探しましょうか。新しい場所、いやこういう時に松明を越えて置いてないから分かんなくなってくんだよね、どこに行ったかとか。うん、とりあえずでもなんかこっち側だった気がするんだけどな、気のせいかな、あ気のせいだ、気のせいだなこれきっと。どこに作ろうかな。ああ本当にわかんねえ、どこに作ったんだ前拠点、俺はどこに作ったんだ、うしうしうし、マインクラフトって迷子になることが多いんでそこだけが厄介ですよね。迷子にならないように気をつけるためにと松明とかで、あここからじゃないか、あ前俺ここ冒険したんだ多分、なるほどなるほど、じゃあ分かりやすいね、ここから森の中に拠点を作ってこう、新しいの、よいしょ、ちょっと行き過ぎた場所ぐらいがちょうどいいというところで、ほんと普段からこういうルーティーンです。なんかとりあえずこうやってポン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 置いて、なんかある程度のところになってきたらポン、家を作るみたいな、そんな感じです。おー待って、こんな雪なんてなかったぞ。こっち側じゃないか、ここら辺にしてチェックポイントとしよう。よし。よいしょ。あ、見晴らしがいいとこ発見。ここら辺なんかちょっと良さそうだな。今回地下にするか、地下にしよう。ここら辺にこう拠点作っとこう、よいしょ、ここにしようポイント、よし、わかりやすいだろこれで。よし、いいね。じゃあまず土から集めよう。今回はじゃあ地下にちょっと拠点を軽く作ろうかな。なんかこういうのって無心でやれるから本当好きなんですよね。なんか考えなくていいというか、まあ創意工夫っていうゲームかもしれないけど、僕はあんま考えないで作れるんで、それがいいかなと思ってるんですよね。よし、あ穴の深さどれぐらいにしようかな。地下室だから今回のテーマとしては勝手に決めてるけど、地下室にしたいなと思ってるんで、決めた。これをこうして
こうしてこうしてこうしよう。どう、いい感じじゃない？ここから延長線で伸びていくみたいな。やめろ。まあいつか拠点作ってれば全部つながるかな。よし、ピなんかここら辺邪魔だからちょっと、お、よっきー、あ、石炭出てきた。こんな感じだな。よし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 。で、土を集めよう。とにかく土だ。トゥトゥトゥー、よし。あ、やべ、思ってたよりこれ足りねえんじゃないか、全然土が。そして変になった。不自然すぎる。どうしようか。あ、足りん、全然足りん。ただ拠点作りを楽しむという。まあちょっと不自然だけど、ここら辺削っちゃうか。おいおいおい。お、ここら辺石炭取れそう。よし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 。どうや。生まれ。いけいけ。オッケー。また。で、この上に。よし、こうやってやっといたら壊されんだろう。敵が来ないだろうとか。どう？新しい拠点です。我がハウス。おいしょ。いい感じじゃない？あ、これ危ないな。完璧。で、ここら辺にさ、こういうのを植えとくと、より一層、自分の拠点だってわかりやすい。わかりやすくしてるはずなんだけど、いつも迷子になるという。はい。そんなやつでございます。ブルーベリーも、ポーン。食料も確保できるし、一石二鳥。やべ。よくよく考えたらコメント欄全然チェックしなかった。トゥトゥルトゥ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 
やばい、ホーリングしてる。やばい、ホーリングしてる。こんな感じで、ここがまず出来上がって、で、次、木を取らないと作れない。というところで、ちょっと高価な斧でガンガン切っていこう。見晴らしを良くしたいから邪魔になりそうな木を切っていくといいな。よいしょ。届かなーい。諦め。ここら辺はちょっと見晴らしを良くするためにもこの木が邪魔だ。よし、いい感じじゃない？ちょっと見晴らしが良くなってきたんじゃないでしょうか。あれ、なんで下に鬼ない？よし、オッケー。で、ここにはおー、石炭とかいっぱいあるじゃん。よいしょ。おお、いいねいいね。あ、ここにも石炭じゃん。おお、いい感じじゃん。なさそうだな。よし、お、オーナー、ここら辺の木もいらないな。届かなーい。まあいいや。この上、地道に地道に。よし、まあ、なんとなく集めたんで、しかし、ここら辺の岩も邪魔だな。切り落とすか。こんな感じでどうだ。なんかちょっと暗いな。つけとこう。で、作ってく。これをこうやってやってガーッと置いて。よし。で、これをこうやってやって。お、間違った。ごめんよ、変なところに置いちゃったよ。ここにも、ポン。で、1,3,4,5,6,7。ボックスを作っとくといっぱい物が保管できるから、これをサイドに置く。んでもって、これしかない。やばいじゃん。で、石炭8個取れてるから、これとこれを合わせとくと、松明完成、さらにプラス。ふぅ、でも次病院行くところの松明がちょっと足りないな。これどっかに潜って、取ってくるしかないな。で、あとは何が必要かな。これだ。焼く機械。だいたいここら辺を設置します。あー、ベッド持ってくるの忘れたけど、まあ、いっか。まあ、こんな感じで、まあ、とりあえず小さい拠点ながら、必要最低限は収納できるし、完璧かなと思いながら、とりあえずここら辺は突っ込んどこう。あー、でも木は持ってた方がそのまま松明作れるから。ちょっと持っときます。で、ここら辺の邪魔なやつはとりあえず全部僕取っとく主義なんでぶち込んできます。さてさてさて、土もいいな。土もダメ。よし。で、ここら辺つけといての装備完了。
さあ取りに行けますか。拠点はできちゃったんだけど、まあちょっとね、どこかなんか落とし穴っぽいところに入ってって、ちょっと石炭を取りたいんだけど、もう成長してるブルーベリー、はいや、なんか一つめっちゃ、てか木が邪魔だな、生い茂りすぎだろ。いやダメだ、木を落とそう、なんかムカつく。でもちょっと潜れる準備もしていくっていうところで、ちょっととりあえず邪魔なんで、邪魔なものを全部切ってきます。もうその作業をしよう、徹底的に。おお、いや今日はなんかとりあえず拠点作りにやっぱ注力しよう。よいしょ。まあほんとこんな感じで、あのやる気出ない時とかいつもやってるんで、まあ、これがさ生放送でやれると思ったら、よくよく考えたらメリットだよね。なんか気になる人とか見てくれればいいし、俺もこっちはこっちでラフでできるんで、かなり。まあでもね、正直思ったのはゲーム実況しだすと喋らなくなるゲームやりながら喋るとか難しい。運転しながら喋るとかだったらまだできるんだけど、うん、よいしょ。邪魔じゃんこの木、わかりづらくない？お、ここだ。よし。てか、いつになったら他いっぱい作った拠点分かるようになるだろう。皆さんね、このアーカイブとか残しとくんで、今度ね、あの俺がどこに行ったか分かんなくなってる時とかはぜひ教えていただければなと思います。よし、バトルバトル。あー、こういう木とか、ここの木とか絶対もう分かんなくなる、象徴じゃん。木切っとけ切っとけ。あー、ここら辺もそうだな、分かりづらい。よし、同じ道のことをずっとやってます。集めたらどれぐらいの資材とかあるんだろう、ちょっと正直わかんないです。僕なんかそのめっちゃマインクラフトにこだわりなく本当に拠点を作ってるただの人なんで、作った数数とかだったらちょっと多くなりそうな気もしなくもないんですけれども、もう一回出てくれば。よいしょ。邪魔だな、ここら辺も。生い茂りすぎだろ。よし、いいね。綺麗になってきた、なってきた。あー、こんなのもうダメダメ、分かりづらい分かりづらい。うん、ダメだ、届かなかった、しくったな。もういいや。あー、もうこんなの迷子になるじゃん絶対。
タイトル何にしよう。拠点作りが始まってしまった。よし。まあよくわかんないけど。よし。よいしょ、いい感じじゃない？木がどんどん切れてって。よし。邪魔なものがなくなってく感覚。よし。でもこうやってやるから。おお。これダメだ。これだ。見晴らしを良くするために。よし。あー出た。タバコでも吸おうぜ。よし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 。でまあ僕自身ね、YouTube、インスタ、あとはね、TikTok やってて、一番 YouTube に力を入れていて、次に多分 Twitter かな、X とかそういうのに力を入れてるんで、ぜひそちらの方のチャンネル登録、グッドボタン等もよろしくお願いいたします。タバコ吸いながらまた木を伐倒していく。この辺も分かりづれよ。モーニングルーティーンがまさかのマインクラフトという。よし、これで分かりやすいかな。見やすくなった。よしよしよし。で、小さい拠点もできたし。カモフラージュ。うん。まあ、こんな感じじゃないか。いいんじゃないか。とりあえず。小さい拠点だけど。とりあえず完成。ただここで起こったのが石炭不足というところで、ここにいたらね、ちょっと石炭がなくなっちゃう可能性があるからな。なんかどっかないかな。ここなんかあるぞ。穴開いてる。
次回ここから始まる石炭取り。お、いいねいいねいいね。あれ、なんもない、石炭がない。いっぱいあるかと思ったらそんないっぱいあるわけでもない。あ、いや、入り口発見。多分ここが入り口じゃないか。なんかありそう。というところで石炭取りを次回からしていこうかなと思っております。もう石炭がなさすぎて死んじゃいそうなんで。それじゃあ See you next time。 ショート動画やってやる気になってきた。